はいどうも、メダットに関する情報をお伝えするメダットニュースお伝えするなのヘイト、あれです。よろしくお願いします。お願いします。わー、今日もソーシャルディスタンススタイルでお届けしていきたいと思います。今回はメダロットクラシックスプラスの限定版アドバンスエディションの特典と、あとはスイッチポーチのサンプルが届いたので、それの現物の紹介といったところと、あとは8月から開催予定のことぶき屋さん、秋葉原店さんの、ポップアップショップ、そして東京キャラクターストリートワゴンショップの情報についてお届けしていきたいと思います。ということで、まずはメダロットクラシックプラスの特典についてから紹介していきたいと思います。こちらの方をご覧ください。じゃあまず商品の詳細につきまして、おぬーさんよろしくお願いします。はい、メダロットクラシックプラスの兜バージョンとクワガタバージョンが登場ですね。販売予定日は2020年11月12日木曜日になってます。各4980円税抜きです。ハードは任天堂スイッチと任天堂スイッチライトになってます。はい、ということで限定版はこちら、初回数量限定のメダロットクラシックスプラスアドバンスエディション兜とクワガタの両バージョンと豪華特典がセットになったアドバンスエディションを数量限定で同時発売します。わー、収録内容としてはメダロットクラシックスプラス兜バージョンとクワガタバージョン、そしてボックスアートメモリアルプレートセット、さらにサウンドトラック3枚組ナビ G2 巻が入ってます。ということで PV とかね、そちらあとはサントラの視聴動画とかは概要欄の方にリンクの方貼ってますね。そちらの方ご参照いただければと思います。はい、で届いてんですよね。はい、はい、このサンプルが届きましたので、そちらを紹介していきたいと思います。これが前回のメダロットクラシックスのパッケージなんだけれども、今回メダロットクラシックスプラスのねパッケージ大きさ比較すると分かりやすいから、こうやってじゃーん、ほい、こんな感じで同じ大きさのパッケージに入ってます。厚さもねほぼ同じ、ちょっと厚いのかな、ちょっと厚さはちょびっとだけクラシックスプラスの方が分厚い。わかんねー、わかる。で、中身を早速開けてみたいと思うんだけども、おぬさん開けます。開けます。はい、おおという感じでカブクワが入っていて、でそしてでソフトの下には何が入ってるかっていうと、それそのうりゃ各タイトルのパッケージがアクリルプレートになっているものになってます。かっこいいね。すごい。ちゃんとハマってる。それ一個一個取れる。取れます。なってます。です。で、さらにその奥には、トゥ。おい。シャン。ということで、さらに奥にはサウンドトラックが入ってるといった形になってます。これすごいよね。サウンドトラックなんですけども、これこんな感じでね、表があって、裏があって、でこれがこうやって開くようになっていて、見えるかな、ね、ナビ真ん中が G、 ナビ G 通貨みたいな形になって3枚収録されてます。かっこいい、うん、かっこいい。ね、かっこいい。結構しっかりとした分厚い形に入ってますね、うん、はい、これが中に入っていると。はい、これらが全部入ったボックスになってます。あとはね、このホルマニ先生のイラストが入ったポーチの方も届いています。中がよいしょ、こんな感じになっていて、結構しっかりとね、うん、入る。でこれクラシックスプラスとクラシックスが 1,2,3 個で、もう1個本体に入れとくとね、4個ちょうど入るような感じのね、素晴らしいやつになってるんでね、メダロット専用の、ね、スイッチ買ってもらって、ここにソフト 3、4本か入れて、ここに収納してもらえればいいという商品になってます。まだ、注文してない方いらっしゃいましたら、メダロットアートツアーを見ていただければと思います。こんぐらいの大きさ、スイッチちょうど入る大きさ、はい、になってますんで、よろしくお願いします。ということで、ここからはことぶき屋さんのポップアップショップ情報と、東京駅のキャラクターストリートワゴンのショップ情報についてお伝えしていきたいと思います。まずはこちらの方をご覧ください。ポップアップショップメダロットアーズストア S ことぶき屋秋葉原 S がオープンします。はい、開催期間が2020年8月1日の土曜日から8月9日の日曜日になっております、うん、はい、はい、会場はことぶき屋秋葉原館様4階です。はい、はい、営業時間は12時から8時夜8時になってます。はい、ということで8月の頭からポップアップショップが秋葉原で、ことぶき屋さんの方で開催していただくといった流れになっているんですけれども、まあ、昨今のね情勢で外出のところについて皆さん気をつけなきゃいけないみたいなことっていうのがあると思います。
で、我々もね、ことぶき屋さんといろいろとその対策については相談をしてきてまして、その対策について改めてちょっとご説明の方をさせていただきたいと思います。じゃあおぬさんお願いします。はい。お客様、スタッフともに行政発表の新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守の上開催させていただきます。フロア内の密度を低く保つため、お客様の同時入場人数は最大5名様とし、20分での入れ替え制とさせていただきます。そのため整理券やウェブ事前予約システムにてフロアへの入場制限を設けさせていただきます。ご入場時には検温させていただき、37度5分以上の発熱や体調不良が見られるお客様にはご入場を控えさせていただきます。またお客様にはマスク着用でのご来店を原則とさせていただき、着用されていないお客様にはご入場を控えさせていただきます。フロア入り口などアルコールスプレーを設置し、入場前には必ず使用していただきます。フロア内の密閉を回避するため、フロア入り口、外階段、フロア内の換気用の扉は常に開放させていただきます。商品などを介した不特定多数の接触を回避するため、商品棚を配し、フロア内には商品サンプル展示とし、商品購入の際はレジにて商品と個数をご注文いただくレジ注文方式を取らせていただきます。カプセルやガチャ機の不特定多数接触を回避するため、ガチャ系商品につきましてもレジ注文方式にて販売いたします。この後詳細はお伝えするんですけど、ガラポン特典企画につきましては、機材の不特定多数接触を回避するためスタッフにて回させていただきます。情勢が不安定であるため、開催や内容の変更をさせていただくかもしれません。ご了承ください。はい、うん、結構あの細かいところまで説明させていただいているような、ルールっていうのかな、はい、っていうのを設定させていただいてます。20分での入れ替え制とかね、あとは事前のウェブ予約システムとか、そこら辺の詳細については改めてご案内する形になるのかなと思ってます。検温だったりね、マスクの着用だったり、そういった形で皆様にご協力いただくこともあると思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。今回のそのことぶき屋さんの中にどんなものがあるのかといった展示物について簡単に紹介していきたいと思います。またおぬすさんお願いします。はい。その1、限定資料の展示、うん、こちらは歴代タイトルやメダロット S の原画やイラストを展示いたします。なるほど。これいつもポップアップショップの方に来てくれている人とかにはね、見たことあるかなっていう風な形になるんだけども、今回もまた新しい、原画の方を、用意してたりするので、よかったら見てください。その2、フォトスポット。これは人気キャラクターたちの等身大パネルがずらっと並びます。ほう、等身大？はい。ほう、ずらっと、すごいんですよ。すごいんだね。主人公機体はもちろんなんですけど、うん、今回はなんと、うんうん、一騎や嵐もいるんです、うん、すごいね。すごい新しいです。うん、人物の等身大パネルっていうのは初めてかな。うん、あんまり見ないですね、うん、へえ。なのでぜひ、はい、はい、一緒に撮りたい。撮ってください。はい、はい、ありがとうございます。その3、うん、巨大タペストリー展示。おお、これはあの去年も登場したやつですかね、うん、ですがですね、はい、ですがですねはい、これまでに展示してきたやつとは別に追加で、うんうん、あ、そうなんだ。デレン5機はい、5機今まで5機、はいはいはい、2プラス5体。へえ、すごいね、倍だ。はい、はい、すごい、かっこいいのもいる、ね、はい、あとかわいいのも、かっこいいのもかわいいのもいるんで、はい、ぜひチェックしてください。はい。あとはよくあの交流ノートみたいな形でメダロットのポップアップショップには置かせてもらってるんだけれども、イベントの時とかね、こういう感じのノートの方を置いてもらって、置かせてもらって、まあ、みんなにねイラストを描いてもらったりとかコメントとか残してもらったりするんだけれども、ちょっと今回は、まあ、不特定多数の方が触ってしまうといったことを回避するといった形で、今回は設置してないといったところがありますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。で、続いてはグッズについて紹介していきたいと思います。こちら、はい、ポストカードがですね、今回は6種類ポストカードが6種類登場してますね。はい。で、あとクリアファイル、クリアファイルとサーモスステンレスマーグ、マグカップですね。うんうん。と、さらに、うん、今回クラシックスプラスの関連商品を初登場していまして、うん、なんとステッカー2種類とクリアファイル3種がことぶき屋さんではゲットできます。なるほど。はい。実際に今のサンプルが手元にあるのがこれとかね、クリアファイル、これはメダロット S のクリアファイルかなです。はい。で、表が、表？どっちか表でもいいんだけど、荒瀬くんと、あとは
ひさきちゃんのね、はい、形のクリアファイルとか、あとはポストカードか、はい、っていうのがこういったのがね、はい、かわいいかわいい、はい、はい、新登場しております。おります。缶バッジのラインナップがこちら。はい、クロスメサイヤとファンシーエール、イエロータートル、アークビートル、キタンビートル、サムライ、悟空道、カネハチマーク2、サーキュリス、新セーバーになってます。はい、メダロット S で登場しているメダロットですかね。はい、それ以外にも既存の商品、缶バッジのボリューム1、ボリューム2など既存に出ているものについても今回会場でお買い求めいただけますので、合わせてご覧いただければと思います。一応こちらの新商品は、まあ、先行販売商品といった形になっていて、これ以降にもね、購入できる機会の方用意していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、続いてそれではガラポン企画について紹介していきたいと思います。ガラポン企画って何ぞってところについて、小野さん説明の方よろしくお願いします。はい、これまでのポップアップショップで行ってきた購入特典配布が、うん、ガラポン特典企画にリニューアルしたんですよ。ほう、はい、うん、でこれが、うん、まあ、特典グッズも新たなラインナップでご用意していますということで、うん、はい、まあ、システム仕組みですね。条件は、うん、ポップアップショップ販売商品を3000円税込みご購入ごとで1回、うん、とメダロッターズファンクラブデジタル会員証の提示で1回、うん、はい、とメダロット S のアプリ提示で1回だけなってます、うん、なるほど。1回の購入で3回以上引ける。そうですね。おお、この条件が揃ってたの。なるほど。ということでガラポンをその条件で回すことができるといったところで、何が当たるの？今回こちら A 賞から D 賞の4賞をご用意してまして、うん、はい、A 賞がタペストリーですね。おお、メダロット社オリジナルタペストリーになってまして、うん、こちらも3種類のデザインがあります。なるほど。メダロット S バージョンと、うん、歴代メダロッターバージョンと、うん、ロボロボ団バージョン、ほう、新しいんですよ。新しいね。はい、があります。すごいよ。はい、はい、タペストリーすごいね。はい、新しいです。はい、はい、新しいね、うん、B 賞は B 賞はメダロット社オリジナルスマホスタンドになってます、うん、スマホスタンド、これかっこいいんですよ。ほう、はい、アクリルの、うん、こうガシャンガシャンってやる、はいはい、スマホスタンドなんですけど、うん、なるほど、そうなんだね。はい、へえ、これもいいね。そう、これも何種類かあるの？これは5種類ですね。5種類あるんだ、これはいいですね。で、C 賞が？ C 賞がメダロット機体ミニステッカーの3枚セット。なるほど。で、D 賞が？ D 賞がメダロット機体ミニステッカーの1枚、うん、なるほど。これステッカーっていうのは何種類あるんですか？これ14種類になってます。14種類だから、これ今まであの出てたステッカーに新しく今回また新デザインが追加されたような感じなんですかね、うんうんうん、で今までのそのイベントだったら、やっぱ商品購入ごとにステッカー1枚みたいな形だったんだけども、今回ガラポンで当たると C 賞だとそれが3枚ようなもらえるような形になってたりとか、あとはオリジナルのスマホスタンドとかがもらえる、うんうん、結構いいね。いい、結構豪華です。はい、いう形でございます。はいはい、これガラポン企画が今回開催されております。はい、ということで今回のポップアップショップのことぶき屋さんの詳細改めてお願いします。はい、2020年の8月1日土曜日から8月9日の日曜日、会場はことぶき屋秋葉原様の4階になってます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、続いてはこちら、メダロッターズストア東京キャラクターストリート出張所。開催期間は8月7日金曜日10時から8月20日の木曜日18時まで。場所はですね、うん、東京駅の八重洲北口1階、うん、東京駅一番街地下1階の北通りってとこですね、うん、はい、はい、東京駅キャラクターストリート F 階段下ワゴンショップになってます。メダロットのグラフアートデザイングッズやメダロット S キャラクター商品などオフィシャルグッズを発売する予定です。はい、メダロット S キャラクターの夏デザイングッズや好評予約受付中のメダロットクラシックスプラスデザイングッズなど新商品も登場するので、ぜひ来てくださいこれあれだよね、東京駅の中にキャラクターストリートって言って、キャラクターのショップ、リラックマとかそういったキャラクターのオリジナルショップっていうのがたくさん並んでいるところがあって、そこの近くに、うん、そこの中なのかな、そこの中に期間限定でメダロットのワゴンとして、出張するみたいな形の出店に
なってます。東京駅のキャラクターストリートの方で、まあ、コロナ対策といった形のガイドラインの方がありまして、そちらについて今回の、出店についても、同じように対策の方を、していきたいと、考えてますので、そちらの方、おぬさんご案内の方よろしくお願いします。はい、本ポップアップショップでは新型コロナウイルスの対策を実施いたします。感染防止対策としてこれらの取り組みを行います。消毒液の設置と使用、スタッフのマスク着用、ソーシャルディスタンス確保のため整列時の待機位置を指定する表記の設置、ご来場のお客様はこれらの取り組みにご協力くださいますようお願いいたします。マスクの着用をお願いいたします。前のお客様と間隔を空けて整列やお買い物にご協力ください。注意事項、徹夜でお待ちいただくことはできません。お荷物での場所確保、割り込み、途中合流は禁止とさせていただきます。一般の方もご利用される共通の通路ですので、スタッフの指示に従い、通路の確保にご協力ください。状況に応じて運営方法を変更させていただく場合がございますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。ということで、今回のそのワゴンショップで取り扱いさせていただいている商品について説明の方をお願いします。はい、過去のメダロットのグッズも販売するんですけど、はい、ここで新しいグッズも登場してまして、うん、1つ目のデザインとしてはメダロット S の人物キャラの商品、うん、ほうほう、でキャラアクリルフィギュア7種類、うん、と缶バッジ8種類、うん、とキャラフレームカード8種類がありまして、うん、もう1つのデザインが、うんうん、メダロット S のグラフアートひまわりデザイン、夏のデザインですね、うんうんうん、が登場してて、これはキャラクリアケース英語サイズのが1つと缶バッジ8種類と、うん、アクリルプチスタンド8種類。なるほど。さらに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 、はい、クラシックスプラスのグッズも出てまして、うん、クラシックスプラスのステッカー全2種類と、うん、ポストカード全2種類になってます。なるほど、3つのテーマで新商品群が出るっていう感じなのかな。はい、なるほど。はい、ということで今日はクラシックスプラスのね、特典の情報と、あとはポップアップショップに関する、情報の方をお伝えしてまいりました。まあ、ポップアップショップと、いった形で、開催するんですが、まあ、ちょっとね、いろんな対策ですとか、ルールとかで皆様にも、ご協力いただく形になりますが、まあ、いろんな形をね、模索しながらメダロットの方を展開していきたいと思ってますので、何卒よろしくお願いいたします。お願いします。はい、以上です。ロッテルファイト。